酒の勢いでネタ作り、はいはいはい、すごい酒の力を借りて、うん、すごい酔っ払った状態で今度作ったらどうなんなのかやってみようかなっていう。なるほどね。そう、私いる？いる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 。だからもう佐藤さん出た瞬間に喜んでる人もいると思う。いないだろ。いやいるいるいる。いないだろそんな人。いるだ、俺。いや君は。俺、いやだ知ってるだろって。だから私、今度確保じゃないよ。あ、して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 笑ってくれ。あの確保来られても困るから。あ、逆に。なるほどね。ガシガシいっちゃいます。お疲れ様です。すいません。うまくない？いくな？おい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 。うまとかそんなにいらないから別に。いらないの？そんなコメントとかいらないからマジで。でもやった方がいいじゃんな。どうでもいい、どうでもいい。酒が入れば。うん。そう、札幌だろうが、朝日、キリンだろうが、どうでもいい。なるほど、ね。別に。これハイボール用で、イチローズモルト、これいただいたもの。めっちゃいいやつじゃん。そうですよ、めっちゃいいやつ。イチローズモルト知ってるよ。イチローズってめちゃめちゃいいです。秩父の、あれでしょ？これ取っていい？あ、いいけど。そういうのもやっていいの？ああ、やっていいというか。困るんだけどね、ほんとは。あ、うまくなってきた。あ、うまくなってきたじゃないわ。酔ってきた。うまいな、いいな。いつの1位！あはははは。いつの1位！はい。ちょっと。で決められた、やった。伊勢の2、あげろよ、じゃあ伊勢の2、あー、これ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 伊勢の1、あー、飲まなきゃ伊勢の0、飲まなきゃ伊勢の0、飲まなきゃ。面白いこと作れるかこれで。それもなんか見えちゃうね。なんかそのリミッターを解除させないと。リミッターを解除させないと。待ってる。待ってる。大丈夫だ。いやちょっとだから作ってハイボール。ハイボール。十分でいい。俺別にバーテンダーじゃねえ。結構前から注文しましたけど、まだしてないですけど。まだしてないですけど。デスキがバーテンダーだから、なんか美味しく感じるんだよ。ほら、これ確かに。本当だ、これね。指からの、京丹さん。ほら、ね、どの炭酸使うかっていう。ほら、指これ。いい、確かに。これね。いい、止めとけ。この、一回転、これ指、炭酸水抜けると ED。 すごい。何割、何割、みんな何割発表しよう。ちょい赤くなってきたね。あ、いいよ。でもね、まだ4。あ、4、まだまだいける。まだ、もう、もう、何割、なんか私、でも、7、8ぐらい。うえぇ、あれやめてよ、佐藤さん、この後のこと考えるタイプじゃん。そうね、やめよう。あ、2。ごめん、ごめん、ごめん、まだ2。あ、足りないんだよ。私、割と止めるんだ。そう、そう、そう、お疲れっつって出たら真顔になる。あらない、あらない、大丈夫か。大丈夫、大丈夫。ほら、ちゃんとお笑いやってる。ちゃんとお笑いやってるわ。ちゃんとじゃない、今のは。でも普通にちゃんとお笑いやってる。私生活って銀さんしかしかしいいよ。メガネかして、メガネかして。松下洸平っぽくない？おお、めっちゃ見て。あ、すごい、めっちゃぽいでしょ。確かに。松下洸平ってこっち喋るよね。あ、すぐ喋る。確かに。気づける。できる。すごい。やめてくれよ。絶対上じゃないんだよ。入ってる、入ってるよ。漫才しよう。漫才しよう。いいよ、一応ツッコミで。おい、やめろ、おい。ツッコミが一番きつそうだ。待ってじゃん。喋りがどうこう言ってたの、おい。東京にされないんだ。おい、やめろ。適当に振るな。それ強い剣なんだろ。おい、喉からあなたの狙いを決めて、ベンザブロック。お、今の、あ、バカブレてる。あ、ブレてる。一回さ、一回大喜利やろう。塩味が大喜利やろう。なんでだよ。
新鮮な選挙です、うん、あの名店飛び出しでお願いします。えい、ダチ、いい、なライブ見てんな。じゃあ今日漫才みたいなバイブスで、ライブ見てんなったな。マイムス、マイムスって何、バイブスでいくよ。漫才のバイブスでいくよ、はい、うん、せーのがさん、はい、はい、はい、どうもー、はい、どうもー、新鮮な選挙です、よろしくお願いします。ねえ、よろしくお願いします。ということでね、うん、まあ、もう秋になりましたね、うん、なりましたね、本当秋になってくる、急に寒くなりまして。いや、まあ確かにもう寒いね。寒いといえばね、いろいろありますけれども、あれですよね、うん、夏から秋、冬って行くんですけど、うん、冬に行くのがもう5秒で冬行きました。夏からもう5秒で冬に行く。5秒でな、どういうこと、秋の感じがなかった。秋が1個もない、1日で。え、どういうこと、そう、秋が1個もない。春の咲き秋が行こもないって言うの、てめえ漫才見たことないんか、おい。真夏の前向け、これ真夏、真夏から前向け、これ真夏から一日になったらもう冬みたいな寒さ。いや、すぐな、ね、5秒の早さかな。あ、いやいやいや、やっぱり、言うてますけど、もう、言うてますけど、おい、断片でしか見てねえか、漫才、おい。言うてますけどって言ったっていうのはあるけど、思わず言ってしまいましたね。言うてますけど、言うてしまいました。漫才しなさすぎなんだよ、君らは。でね、でね、やっぱりね、夏ってのは外で遊ぶでしょ。いや、だからそう、仕切るんだったらセンターにいる。てめえが決めたんだよ、立ち位置を。じゃあセンター行くか。あ、そうか。でもね、うん、でもセンターいるか。支えられるか、このフラフラ、支えられるか、おい。だてだて、支えてくれ、クララと同じ気持ち。いや、言ってんじゃん、お前。クララに謝れや。おい、でね、交換しますから。どういう意味だよ。なんで交換しすぎる。なんでね。でね、でね、でね。絶対立っとけよ、お前。前向いとけよ、まず。おい、コントじゃねえんだから。コント気がついたよ、聞いてた人。コントじゃねえんだってたから。おい、おい。おい、おい、てめえ。お前ら二人、俺より年上だけど、ちょっと黙って。俺が今、はいはいはい、進めてくれ、進めてくれ。まあ言うてますけど、言うてますけど、もうだけで漫才できると思う。漫才やりたかったんですよ。でね、でね、夏っていうのはほら、外で遊んだりとかするけどさ、はい、冬ってなるとさ、やっぱ外で遊ぶときついから、室内に行くわけじゃない。ああ、行くか、ね、その中で一番いいのはやっぱりカラオケなわけじゃない。いやいや、そんなことないですよ。進まねえな、おい。カラオケで行こうって言ってやるで、ね、ここだけはまず、スッと行くんだよ。確かに。2分しかねえんだから。やっぱり居酒屋はいいですよね。カラオケだっつってんだろうね、これ。湿気、湿気。おい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 。でね、カラオケでやっぱりこれがね、気になるのはね、ドリンク頼んでね、歌ってる時に店員さんが、はい、どうもーって入ってくるわけ。あー、嫌ですね。あの時やっぱり、うん、あー、どうしたらいいか分かんない。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。冷静に回してるようだけど、その、カラオケの店員が、はい、どうもーって入ってこねえからな、おい。はい、どうもーってなんだ、あんま言わんからな。突っ込むじゃん。そうね、突っ込むじゃんじゃねえんだよ、おい。コンコン、失礼します。やってんだ。お前がやるんかい、おい。どうも、吊るし上げです。お前、どういうことだよ。店員さんが入ってきた時の対処法っていうのをね。うん。うん、しっかりしないといけないから。ビシッとやるから。いや、やばい。俺らが客やるから。うん。店員やってくれ。いや、なんか店員がボケそうだな、おい。あれ、え、あ、じゃあ俺らがボケるから。てめえ。いや、あんま言うんだよね。はいはい、言うもんじゃねえんだよ、こういうの。入れ替わって、入れ替わって。じゃあ、お前が言うもんじゃねえんだよ。兄弟がボケまーす。おい、てめえ、はい、じゃあ、トントン入るから、はい、そのなんか気まずい感じになって。あ、オッケーオッケーオッケー。いい、うん、それ歌ってる最中だからね。オッケーオッケー。歌ってる最中に私が入っていくから、はいはい、店員として。オッケー。うん、はい。気まずい感じになって、はい、そこで一言。もう、投げえ振りが。いや、うるせえな。てめえらがやんねえから。よせーの、うん、僕らはいつも一心でんし、うん、二人は一人をつなぐめでんし、トントントン、あー、やべやべやべ、失礼します。おい、てめえ、おい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 、キスの方が気まじいだろうがや。あ、やっちゃったな。おい、てめえ、もう一回行こう。おい、まあまあ変われ、俺がやるから。変われとかじゃねえ、二人ともボケてたんだよ。俺がやるから。変われとかじゃねえんだよ。待ってるから。俺がやるから。じゃあ歌っとけ。お前と俺は一緒やん。うん。海よ。俺の海よ。どうなってんだよ。トン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 。はい、ガチャ。ガチャ。あ、やべ。します。入ってきちゃったよ。うん。しちゃきん、ぐさ。あー。刺されちゃいました。いけ、落着。昭和のボケ。いや、昭和でもない。昭和でもない。昭和にもなかった。ない。はい。なんだそれ。俺がコンコンコンってやる。なんでだよ。なんでだよ。
自由すぎるだろ。なんだお前が。軸がぶれるだろ。え、まず、一人いた方がいいんだよ、ツッコミみたいなやつは。お前か。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。こっちでやってたの。ちょっとやってくれ。おちゃんと突っ込め。突っ込んでたんだよ、ずっと。おい、じゃあ歌っとけ。じゃあそしたら私が入ってくから、気まずくなって。うん。よろしくお願いします。はい、わかった。お、何やって